はい。では、本セッションの最初の演者の、これ、いらか、津川と申します。よろしくお願いします。で、よいしょ。はい。失礼しました。本セッションはですね、基本的にはメタプロミクスに、特化して、質量分析インフォマティクスの、特に、さらに、基本的にはその研究会っていうことなので、どん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 研究の発表をしていただければと思うんですけれども、どちらかというと、そのプロトコールっていうような言葉を使って、すでにもうちょっと陳腐化された、その、皆さんでも、サードパー、第三者の人でも使えるような形になっているものっていうものを中心に、お話しさせていただくようなセッションになっています。で、ここにそのメタボローム解析におけるその情報科学、まあバイオインフォマティクスとかも呼ばれたりしますけれども、で、どういうふうなことを考えないといけないかっていうのをここのスライドに1枚まとめていますけれども、まずですね、最初の大野先生、2人目の大野先生の発表にも、新保先生の発表にもありましたけれども、出す側の人もいるわけです。その分析科学生態資料を持ってきて、まあ分析科学とか質量分析の豊富な知識を持って、そのメタボロームデータを出す。で、まあ、新保さんも言ってましたけれども、まあ、当時ですね、このような質量分析の生データを解析するようなツールっていうものがあまりなかったところから比べると、まあ、スカイラインも紹介されてましたけれども、いろいろなですね、その質量分析用のそのインフォマティクスツールっていうものも、こう、どん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 出てきまして、まあ、今では本当にボタンを押したら、こう、まあ、それなりのデータが出てくるような時代になってきました。で、まあ、このように、こういうツールを駆使して、まず代謝物で、メタボロームで言うと代謝物で、タンパクだと、まあ、タンパク質とその定量値の表っていうようなものがジェネレートされるわけですけれども、まあ、一方でこのセッションはですね、さらに、使う側、例えばその、どのようにそのメタボロームデータから特徴を抽出してきて、まあ、ある程度標準化してあげて、また多変量解析とか、代謝マップ投影とか、まあ、その、数理モデル、まあ、大野先生の発表にもありますように、数理モデルや、まあ、多層ミックスっていうふうなことを考えたときに、高い層のミックスモジュールでどう統合したらいいかっていうことも、まあ、こちらはどちらかというと、出口、バイオロジーに、の方に、こう、フォーカスしたようなことになりますけれども、本セッションではですね、この出す側と使う側っていうことの、両方の先生方を、まあ、バランスよく紹介していただきます。まあ、ツールとしてはこのような感じになりますね。基本的に出す側で必要なインフォマティクスっていうものは、基本的に質量分析インフォマティクスとか、ケムインフォマティクスって呼ばれるもので、その、まあ、私の方ではこちらの質量分析インフォマティクスっていうものを主にしゃべりますけれども、まあ、データプロセス、分析科学の生データから、その波形処理をして、まあ、データ処理をして、代謝物テーブルを作るところ。で、これはメタボローム独特の問題ですけれども、アノテーションが比較的プロテオムとかに比べると難しいので、それをどう解決していくかっていうのを、まあ、早川さんの方で発表していただけると思います。で、ちょっと飛ばしますけれども、ここに最終的にバンテッドとかサイトスケープって呼ばれるものもありますけど、これはツール名を書いてますけれども、統合ミックスをする上で、まあ、こう、用いる。こう、サイトスケープとかのツールは西田さんの方で調べてもらい、さらにですね、多変量解析とか統計解析は、このメタボライトデータベースとかスティティックスのセクションになりますけれども、これは山本さんの方に紹介していただきたいと思います。で、本日はですね、こう、少しアドバンストなことも喋ると思うんですけど、本当に本日の基礎的な部分は、その、このメタボロミクス実践ガイドの、まさにデータ解析のプロトコールのところに、掲載されていることも、いろいろと喋られると思うので、もし本日の疑問に思ったことがあったら、こういう本とかも見ていただければと思います。で、じゃあ戻りますけれども、私の方ではですね、このうちのこの質量分析インフォマティクスとか、まあ一部アノテーションとかデータ標準化のところをお話しさせていただければと思います。で、ここにあるようにですね、まあ一つなんで質量分析インフォマティクスというものが必要かっていうところを簡単にだけおさらいさせていただくと、まあこれ、まあプロテオムもこの状況は一緒ですけれども、まあ特にメタボロームはですね、捉えるべき、ケミカルのダイバーシティっていうものが人だったら10万種以上で、植物とか微生物界まで含める100万種以上って言われますが、まあこれらを、まあもともと一斉にこう計測できたらいいねっていうところで始まったものになります。で、ですので、まあ基本的には雑多な
あの化合物のミクスチャーを質量分析で分析するために、まあ、データが複雑になりますよっていうことで、それをまあ3次元的にこう上から見ると、まあ、これは LCMS の例ですけど、横軸が5次間で、ここが M over G で、で、まあ、4強度で、まあ、代謝物それぞれ1本1本っていうものが、まあ、その、こういうふうなイオンの山脈のようにこう見ることができると。で、それぞれ、この、じゃあ代謝物が何かっていうことを、基本的にアノテーションする工程っていうものがあるわけですけれども、それは LCMSMS の場合ですけれども、あの、衝突フラグメンテーションを起こさせて、化合物特有のフラグメントイオンを生成してあげて、まあ、断片化イオンですね。この断片化イオンの情報に基づいて、どのような構造だったかっていうものを、まあ、標準品を用いて推定したり、まあ、さらにはですね、あの、表品がないものに関しては、この特徴を抽出してきて、こうアセンブリしていくようなことを、まあ、メタボローム、まあ、これはあのプロテオムも同じですけれども、そういうことをあのするかと思います。で、まあ、見ていただいたら分かりますよう、ね、に、この細かなあのイオンの情報まで全部含めてこう、包括的に解析しようと思えば、とてもじゃないけど、あのこう手作業で、人間の手作業で行うことができないので、まずこの波形処理っていうものを、まあ自動的にやりたいっていうことで、まあ、私、とかはですね、そういうのを学生の頃からこう着手していた人間の一人かと思いますけれども、もうあのそういうことをしてましたと。で、まあ、まとめですけれども、基本的に質量分析装置から出てくるデータ形式っていうのは、質量分析メーカーさんの様々なフォーマットっていうものは存在します。で、特にアカデミアの人間からするとっていう形なんですけれども、まあ、このような各社メーカーをちゃんとその統一的に扱うためのフォーマットっていうものをまあ整理していくのがまあ学術の方だと思いますけれども、あの一番認められているのはこの MZML っていう風なプロトウィザードっていうウェブサイトに行ったらこう情報が載ってますけれども、これはあの目で見える人間がまあ専門的にアスキーフォーマットと呼ばれるやつですけれども、目で見える形であの全ての質量分析メーカーさんの情報が閲覧できるようになると。で、まあ、ここに、まあ、ちょっと難しいので、あれですけど、基本的に LCMS のスキャンとか、ファーストスキャン、2個目のスキャン、3つ目のスキャンの情報っていうものが、ここから、これでもですね、よいしょ。はい。ここにインデックス2って書いてると思うんですけれども、ここからここまでが、その1つ目のスキャンの情報になっていて、この辺にですね、MS レベルとしては、MS1 のデータで、その、保持時間はどっかに書いてあったと思うんですけれども、触って見れないかな。あ、ここかな。スキャンスタートタイプ、これが保持時間ですけど、保持時間がこれこれですよ、とか、いうことが、あの、書いてあって、さらにですね、こう、マススペクトルっていうものは基本的に M over G とインテンシティの配列情報になりますので、その情報っていうものは、まあ、M over G のアレイっていうのは、ここの、情報になんかこう暗号みたいなことになってますけど、インテンシティの方の配列情報はこういうことになってます。これなんかこういうふうな暗号になってるのは、そのまあ質量分析の配列情報をそのまま乗っけてるとデータが重くなるので、このコンプレッス圧縮しているそのベース64とかっていうワードでググっていただけると、まあそういうものが見えてくるかなと思うんですけれども、まあこれを逆にその翻訳してあげると、こっちの場合は M over G の配列としては、例えば M over G 112.9876 とか、ポンポンポンっていう感じで質量の情報、M over G の情報で、まあそれに対応したインテンシティの情報っていうものが、あの、これを変換すると取れる。で、まあこのような配列情報を、こう、まあ、に基づいて波形処理を行っていくっていうものが、質量分析のインフォマティクスのおそらく最初の、あの、パートになります。で、まあ現在はですね、そうは言ってもっていうことで、まあ、私自身は各質量分析メーカーさんとそれぞれ契約、この赤で示したところですけれども、をちゃんとこう、あの、契約、実は契約させていただいて、まあその MS ダイヤルっていうプログラムをこれまで作ってきたわけなんですけれども、こいつに対してはこのような、あの、変換っていうものはもういらなくなっていて、その、直接この生データっていうものをインプットとして使うことができますと。で、まあこれをやればですね、その、ここに読み込めば、あの、最初、申し上げたように代謝物テーブルって呼ばれるように、まあ、ここに放り投げたら、とりあえずメタボロームデータっぽいやつが、まあ、パッと出てきますよっていう風なプログラムになっています。で、まあ、様々な、あの、方式に対応してますよっていうことなんですけれども、まあ、本日紹介させていただくのは、ここの LCMS のところだけです。
で、まあ、先ほど紹介させていただきました実践ガイドっていう本に自体にはこの 3-2 っていうところも含んでますけれども、実際にはこの、本日はここだけをお話しさせていただきます。で、まあ、特にそのリピドミックスっていうことをお話しさせていただくんですけれども、まあ、この LCMSMS を使ったリピドミックスですね。で、まあ、その、実際にこのプロト質量分析インフォマティクスのプロトコールの MSDIAL っていうプログラムの中に内装されているデータベースの話をすると、その資質の場合は、その性質上、基本的にその構造情報からあらかじめどういうふうなところが切れて、どういうふうなイオンが出てくるかっていうものもある程度予測可能なものになっているので、その、まあ、あらかじめ標準品なしで、その、化合物というものをアノテーションできる、しやすい、代謝物クラスになっているかと思います。そして、まあ、このような、代謝物の情報に基づいて、あらかじめ、このマススペクトルの鋳型を作っておく、ということを、リピドミクスではやります。で、現在、その MSDIAL というプログラムの中にはですね、合計で、先ほどの一つ前の、構造はホスファジルコリンというものになりますけれども、その合計で120、それも含め、それを1と数えると合計で120ほどの脂質クラスのそういうふうなライブラリーっていうものが内装されていて、で、まあ、それを、ライブラリー自体を、私の方で管理しているデータベースからダウンロードすることも可能ですし、もともとこの、プログラム自体に内装されているものになりますので、ユーザーとしては、何も特に意識することなく、こう、解析が進められるかと思います。で、さらにっていう話ですけれども、ちょっとマニアックになりますけれども、保持時間の情報のライブラリーとか、各資質ですね。とか、CCS って、これはイオンモビリティって呼ばれるような、その、まあ、衝突断面積に基づくアノテーションも可能っていうことの紹介なんですけれども、その以前の研究にですね、この保持時間の方は、例えば、私、その理化学研究所にもともといたわけですけれども、理化学研究所の有田誠研、で、使われている LC のメソッドと同じものを使っていただかないと、情報としては使えないですけれども、まあ、この同じ条件でやった場合、その、まあ、機械学習でこのような保持時間の予測とか、CCS、衝突断面積の予測っていうものを行って、その、ライブラリに内装されている脂質構造の全てに対して、保持時間と CCS の情報っていうものを使いながら、まあ、アノテーションができるパイプラインっていうのを組んでいる。いうことが資質の現状になります。で、まあ、これまでの研究でですね、このような情報を使うと、組織特異的な、この中には新規のものも含まれてますけれども、いろいろな構造っていうものが、このデータベースを使うと、見えてきて、まあ、この時は、初めだったので、論文になります。新規の構造として、こう、同定したっていうことで、こう、発表しましたけれども、今ではこの情報っていうものは、皆さんの手元でも手に入る、解析すれば、手に入るっていう風なステータスになっています。で、さらにですね、まあ、このようなツールっていうものを他のツールと組み合わせてどういうことができるかっていうことを紹介させていただくとですね、今後のスライドでちょっとこれ画質悪いですね、いくつか出てくるスペクトルネットワークについてあらかじめこう教えておくと、今、その国際的にも有名な GMPS っていう枠組み、でこれ天然物の方ですけれども、基本的には。で、やってる枠組みと MSDIAL って基本的にはダイレクトリンクをしていて、両方が両方のアウトプットなりインプットをサポートしているっていうような形式になっています。で、GNPS っていうものは何か、どういうことが基本的にできるかっていうと、そのマススペクトルのネットワークっていうことを描かせることができます。で、これ、もともとの仮説としては、その似ている構造を持っているものは、その似ているプロダクトイオンやニュートラルロスを作るでしょうと。で、その情報をつなぎ合わせてあげると、例えばこの 204.11 っていうものが未知の構造だったとしても、このイオンとこのイオンとこのイオンが似ていて、これとこれは分かってるねっていうふうになると、その機能法的拡張でこの構造の姿が見えてくるんじゃないかっていうふうな、そのナレッジプロパゲーションの、ツールの一つだと思いますけれども、まあそのようなものを使ってですね、まあ、この MSDIAL を実装した形で、こう、2020年と2021年に、まあ、彼らの論文書いてますけれども、我々自身もですね、このような MSDIAL の機能と GMPS のこういうふうなファンクションっていうものを実際に使って、例えば、当時学生だった、安田くんっていう、まあ、その、東大衛生研の
学生さんはですね、こういうツールを使ってその腸内細菌特異的に産生されるような脂質クラスっていうものをこのようなネットワークで書いてみましたと。これはそのアンチバイオティクスで腸内細菌をなくしたようなそのモデルを使ったんですけれども、この下三角になっているものはそのようなこうカクテル、抗生剤カクテルを飲むとこうドラスティックにこう量が下がってくる脂質っていうものを下三角でこう示していますと。で、この時はですね、まさにそのファーファーって呼ばれるような化合物と類似したあの構造を示す群がもう一個存在してたんですけど、どうもそのマススペクトル、これファーファーっていうマススペクあの構造とマススペクトルを示してますけれども、この時同じようなクラスターに属するけれども、ちょっとスペクトルの具合が違うもの、まあ最終的にアーファーっていうふうな構造に、名前で表記することになりましたけれども、がありましたよと。で、さらに、ファーファーはあまりこう、ここに書いているように、抗生剤カクテルでは下がらないけれども、こっちの群はドラスティックに下がると。で、こういう構造を、まあ、しっかりと、まあ、スペクトルを見ながら解いて、新たな構造として、アノテーションしましたよっていうふうな例になりますと。で、まあ、このファーファーっていうのはもともとですね、こう、インシュリンのセンシティブな群で、まあ、多いっていうことで、まあ、リポサイトとかいろいろな、こう、細胞組織に働きかけて、このインプルーブドグルコースホメオステシスっていう風なことに関わるような代謝物として注目されていた分子の、まあ、まさにアグンっていうものを、そのアルファの位置にですね、ハイドロキシがあって、そのさらにアシル酸が伸びているっていうようなものを新たに同定しましたっていう風な話になります。で、まあ、さらにですねっていう話ですけれども、そういう食品、我々、その、私自身はもともと CSRS って、理研 CSRS の食品科学のところにいたか、食品とか植物をやっているところにいたわけなんですけれども、まあ、ここでやったことは155のそのプラントの、要するにフードですよね、の網羅的なリピドミックスを行いましたと。まあ、このような PCA とかをやって、どういうふうな、植物種にどういうふうな脂質が多いかっていうことを包括的に、見ていったものになりますけれども、これで、まあ、一つ、先ほどの構造が、ファーファーが一番多い食品っていうのを、ライスサティバ、まあ、ライスですよね。の、特にそのぬかの部分のところに、こう、エンリッチされている。で、これもともとさらに、こう、ファーファーっていう構造がですね、これジャックスで報告されてた構造ですけれども、トリアシルグリセロールに内包されているような構造っていう、まあ、これ自体は何をしているかっていうのはまだ明らかになってませんが、その、あくまでこのファーファーっていうものの、まあ、貯蔵庫として、まあ、こういうものがあるんじゃないか。ということで、もともとママリアの方で報告されてましたけれども、これがですね、同じように、その、ぬかのところに多いっていうふうなものになっていて、まあ、それこそですね、まあ、玄米とか、そういうものの新たな栄養的価値を将来的に付加するようなものになっていくのじゃないかなと、まあ、勝手に期待しております。で、まあ、最近はですね、基本的に、頻用されるポリジョンインデュースドディソシエーションでは、ここの二重結合の位置っていうものは分からないんですけれど、これは島津さんと共同研究ですけど、学生のうちの春樹くんが一生懸命やってくれてますけれども、まあ、二重結合を特異的にこうフラグメンテーションを引き起こすような、メソッドと、さらにそのインフォマティクスのツールっていうものを用いて、その臓器特異的な二重結合の位置のパターンっていうものを可視化するような、研究っていうのも行っております。で、すいません、もういくつもスライドを準備してきたのですが、ちょうどこの辺で、私の発表時間の20分が来ているので、そのサマリーの方に行かせていただければと思いますが、この辺ですかね。その、まあ、本日紹介させていただいたことっていうのは、あくまでその、このメタボロミクスの様々なところで情報科学が必要です。これ、アノテーションの、その、まあ、未知の代謝物を見つけるためだけに、その必要な、まあ、いろいろ今、アベイラブルなツールとかメソドロジーっていうものをこう、述べているだけの、それさらにその今後、山本さんとか西田さんがされる、その、バイオロジーの方に、こう、向けたものはもっと広がっていくわけなんですけれども、このアノテーションだけで見ても、ちょっとイオンモビリティとか、こう、マシンラーニングとか、モレキュラーネットワークっていうことを紹介しましたけれども、それ以外に、そう、様々な、分析科学なり、こう、生物の実験のデザインっていうものがあるわけで、それぞれ一つ一つにですね、この情報科学、質量分析のインフォマティクスっていうものが、こう、必ず必要になってくると、思いますので、もし、こういう研究領域、まだまだ足りていないところがありますので、こう、オーディエンスの中で興味がある方っていうものは、まあ、この、オーガナイザーの方々、私でもいいですし、声かけていただければ、いろいろディスカッションして、させていただければと思います。
はい。以上で、私の、発表の方、最初の出だしっていうことで、発表を終わらせていただきたいと思います。最後の謝辞ですけれども、まあ、本日発表させていただいたのは、ほぼほぼ、理化学研究所と大阪大学時代、学生だった時からやっていた仕事で、あとはその、留学時代ですね、オルバフィン先生のところでやっていただいた、と一緒にやっていた研究成果を、まあ、ちょっと、まとめて、発表させていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。で、私が座長ですので、すいません、ちょうど20分にもうなってしまったので、まあ、こう、ライトニングトークということで、私の方は最後の、そうですね、総合討論の時に、質疑をやらせていただければと思います。